エモエモ。こんにちは、エモコです。今回は iPad で人気のお絵描きアプリをまとめてレビューしたいと思います。ご紹介するアプリはこちら。無料で使えるものもたくさんあるので、ぜひ参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。まずはアイビスペイント。イラストや漫画を描く人向けな感じです。絵を描く工程動画のエンコードやアップロードができるので、手軽にメイキング動画が作れます。手ブレ補正や矯正入り抜きといった描画支援機能があるので、指で描いてもいい感じに描けます。スクリーントーンや集中線など描ける定規ツール、縦書きテキストツールなど、漫画を描くのに便利な機能がいっぱいあります。YouTube でアイビスペイント公式の塗り方や使い方動画がたくさんあるのですごく親切な感じです。クリップスタジオペイント連携機能があり、途中からクリスタで塗ったりもできます。無料版と有料版があって、有料版は使える筆の数が多かったりします。ただ無料版でも広告を見ると使えるブラシが増えたりします。次、オートデスクスケッチブック無料です。ジェスチャーがやや独特で、アンドゥは3本指で左スワイプです。アナログ線画をスキャンすると髪色が透明になった状態で読み込めるのがすごいです。マジか。マジなのか。ほら、抜けてる。すごい。カラーパレットの右側にコピックカラーライブラリというのがあって、コピックをよく使う人は色を選びやすいのではないでしょうか。選択中の色の横には補色も表示されて色を選びやすいです。パースガイドで1から3点通しが書きやすかったり、ルーラーや楕円ガイドで直線や円が書きやすいです。PSD の読み込みや書き出しもできます。レイヤーは無制限に増やせて、グループ化の機能もあります。他のアプリだと画面を長押しするとスポイトできるのですが、このアプリだとクリックしてから選ぶことになるので、ちょっと面倒くさいです。右側のパレットを使っていると、いい感じの配色を勝手に並べてくれるのかなと思います。便利です。次。たやすいスケッチーズ無料。キャンバスの紙質はデコボコしたものを選ぶとアナログっぽさが増します。インターフェースが可愛くてシンプルです。レイヤーは2枚だけ使えますが、複数のレイヤーを使いたいときはアプリ内課金が必要になります。ブラシの調整は太さと不透明度の変更のみで、入り抜き設定などはなさそうです。私はクレヨンっぽいブラシを気に入りました。次、Adobe Photoshop スケッチ無料。レイヤー、ブラシの種類がたくさん使えます。ブラシは入れ替えたり、設定を変更できます。Photoshop のブラシも読み込めます。水彩ブラシは本物の水彩のようににじませたり、乾かして加筆することができます。乾かすまでは一度塗った場所に重ねるとにじみます。カンバスサイズは印刷用にできる 8K まで設定可能です。途中まで書いて続きをパソコンの Photoshop やイラストレーターで書くこともできます。油絵っぽいブラシが気に入りました。次、Adobe フレスコ。無料版でほとんどの機能が使えますが、月額課金や Adobe クリエイティブクラウドユーザーはブラシが増えたり、パソコンの Photoshop で編集できるようになります。最近出たばかりで気になってたのですが、水彩ブラシが描いている時に滲むところが見れるので面白いです。リアルな水彩画や油彩画のような色の滲み、混ざり、重ねを表現できます。ベクターブラシも使えるので、後から画像サイズを大きくしたい時にも対応できます。Photoshop ブラシの読み込みが簡単で、Photoshop との連携やクラウドへの自動同期により、どのデバイスでも同じブラシセットや
プロジェクトが使用できます。今後に期待です。次、ピクシブスケッチ無料です。最初にログインを要求されますが、ログインしなくても絵は描けます。機能がシンプルなので、お絵描き初心者の人は使いやすいかもしれません。漫画用のツールはないです。ライブ配信することもできます。すごい。あと応援ボイスというのもあって、お絵描き中に急に話しかけられるので少しびっくりしました。何色にするか、楽しいお絵かきの時間だよ。今日も一緒に楽しもうね。写真取り込み可能なので、紙に描いた線画の写真に色塗りするとかができます。紙に鉛筆で描いた線画を読み込んでみましたが、自動彩色はうまく使えませんでした。ピクシブをよく使う人は手軽に投稿できていいかもしれません。メディバンペイント、イラストや漫画を描く人向けのアプリです。素材やフォントが多くて、スタイラスペンで筆圧感知、手ブレ補正の設定もできます。強制入り抜きペンがあるので、指でもペンで描いたような線が描けます。集中線など描ける。定規機能や小回り、漫画のページ管理機能、トーン、背景素材などとチーム制作機能があって、漫画を描く人には便利な機能が揃っています。次、クリップスタジオ。 iPhone 版は1時間無料で使えるけど、 iPad 版は月額課金制です。機能や素材が豊富で、ペンやブラシは2万点以上あります。漫画やイラストを描く人向けのアプリで、さらにアニメも作れます。パソコンで定番のお絵描きソフトで、プロのイラストレーターさんで使っている人も多いです。私もパソコンでお絵描きするときはクリスタを使っていますが、iPad で描いた絵の続きをパソコンで描いたりできて便利です。iPad 版のクリスタは月額使用料がかかってしまいますが、6ヶ月間は無料で使えるので、お試しで使ってみてもいいと思います。次、プロクリエイト1220円です。カスタム可能なブラシが100以上あって、フォトショップのブラシも読み込めます。なんと2011年からアップデートされ続けていて、動作が安定しています。 UI がスッキリしていて、お絵描きに集中できます。アナログっぽい絵が描きやすいブラシがたくさんあります。アップルペンシルを傾けると線幅が太くなって、本物の鉛筆のように描くことができます。アニメも作れます。色調補正の機能や図形の補正機能などもあって、色をドラッグ&ドロップすると塗りつぶしができます。あとフォントも読み込めます。2本指タップで1つ前の状態に戻せます。次、おまけメモアプリ。実は iPad に最初から入っているメモアプリにもお絵描き機能がついています。筆の種類は少なめですが、 Apple の純正アプリなだけあって、ペンの描き心地がすごくいいです。ペンを寝かせると本物の鉛筆を寝かせたみたいに描けて面白いです。あと、スリープ中にペンで画面をトントンするだけですぐに起動できるので、急なメモを取りたい時にも使えそうです。このあたりの使い勝手の良さも純正アプリならではという感じがします。ペンの種類や機能が少なくシンプルなので、これで本格的なイラストを描くのは難しそうですが、 iPad を買ったら Apple Pencil の試し書きも兼ねて最初に使ってみると楽しいかもしれません。最後に、今回紹介したアプリの中から個人的に気に入ったものをいくつか紹介します。どのアプリもそれぞれ良いところがあるのですが、個人的に気に入ったのはオートデスクスケッチブックです。紙に描いた線画を取り込めたり、コビックカラーライブラリがあるので、アナログ派の人も楽しめるのではないかと思います。それとアドビフレスコです。水彩ブラシがリアルで描いていて楽しいです。あと有料になりますが、プロクリエイトも気に入っています。アップストアのグラフィックデザインカテゴリーでずっと1位になっている定番アプリで、イラストだけじゃなくアニメも作れたり、機能も豊富なので持っておくと楽しいアプリだと思います。
ということで今回は iPad のお絵描きアプリをレビューしてみました。今回紹介したアプリのほとんどは無料で体験できるので、ぜひ皆さんも iPad でお絵描きを楽しんでみてください。この動画で使用したアプリや機材のリンクは説明欄に書いておきます。この動画が参考になったよという方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。